はい、どうもプラルでございます。今回もやっていきましょう。ということで今回はですね、久しぶりにちょっとメインのアカウントの方でやっていこうかなと思うんですけども、今回ゾンビですね、ゾンビ編なんですけども、CN オブズがですね、とりあえず今ゾンビに侵食されているということで今回こちらの方やっていこうかなと思います。一応ですね、ゾンビの方もまあそこまではまだね、クリア数はそうでもないんですけども、まあ、いち早くね、月のね、ゾンビまでちょっと行きたいななんて思うんで、まあとりあえず、まあ、空いてる時間っていうかね、極力頑張っていきたいと思います。まあいっかこの編成で、まあとりあえず早めにね、終わらせたいなと思うんで、まあとりあえずこれで、やってみたいと思います。じゃあ行きましょう。鉄人でございますと、もうね朝一でなぜかで、これを収録するっていうんで、あれ待てなんか久しぶりになんかゾンビ編なのにゾンビじゃないのがいるな。まあいっか。まあそんな感じでですね、とりあえず何が出てくるかな。はい、おなぜかエイリアンがいるんですけれども、もうムード出しといた方が 楽だった気がするな。さあ、おー、まあそんな感じで、じゃあもうこのままいきます。はい、まあそんな感じで、なんかすぐ終わっちゃいそうな気がする。何が、待って、あーそうかってことは結構やばいぞこれ。待って、ちょっと結構やばい気がしてきたな。どっちが先に終わるか、どっちだ、よし。おっ、来た。おお、足止めしたからなんとかね、勝てることができましたと。まあそんな感じで CN の図なんとかね、楽々クリアできましたと。なんかそんなにね、そんな構えることはなかったですよね。はい、まあそんな感じで、とりあえずですね、まあ引き続きやっていこうかなと思います。なんかタイミングがね悪いとね、なんかその未来兵開いてもゾンビがね出てない時があるんで、まあちょこちょこ後で確認した方がいいですね。まあまだ全然多分ね、もう残ってるので、まあとりあえず、まあこれが課題かななんて思います。そんな感じかな。まあゾンビ編に関しては、とりあえず、まああとですね、月とか、月だな、まあ次でね、月戦にはねまたね、多分動画の方を収録すると思うので、まあそちらの方を見ていただければなと思います。まあそんな感じかな。もうメインのアカウントはとりあえずね、当分特にやることはないと思うんで、まああとはね、レジェンドストーリーがね、ちょっとやらなくちゃいけないかななんて思うんで、まあとりあえずそれはね、ちょっと近々やろうかなと思うんで、そちらの方を見ていただければなと思います。ということで今回ちょっと、短いんですけども、ここで終わりにしたいと思います。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。またね。